上原浩二の雑談魂。雑談魂。100万人という具体的な目標ができたところで、もうスタッフももうちょっと妄想が、みんなもう思いがちょっと今高まってて、90万ぐらいいったらそうしようよ、みんな。何今からそんな慌ててんの。いや確かに気が早いと思うかもしれないですけど、早め早めの準備だって、もしかしたら松井さんの動画がアップされた途端に、一気になんか何十万人チャンネル登録者数増えちゃうみたいなことあるかもしれないんで。ない。いや、あるかもしれない。ない。絶対はないんで。ない。いや、ある。そんなのない。ちょっと待ってください、何ですかこの36歳と28歳。いや、いいじゃん、何さまよいずるさまよまないでください、はい、いや私たちのこういう言い争いはさておき、うん、そうですよ、今回はその100万人達成した時の、まあ、イベントをより魅力的なものにしようという、まあ、企画会議をやりたいなと。ああ、達成したらってこと？はい。スタッフがちょっと企画を考えてきてるんですよ。うん。なんでそのスタッフのちょっとアイデア、上原さんに当ててもいいですか？いいですよ。はい。じゃあいきます。せっかくなので、野球界全体を盛り上げるお祭りにしてみてはいかがでしょうか？12球団巻き込むってこと？まあ、どう見ても現役選手はダメでしょ？だから、YouTube をやってる OB の方ってたくさんいらっしゃるじゃないですか、今。いますね。ジャイアンツ2002年の選手の皆さんと、どうでしょう、こうエキシビションマッチみたいな感じで、どうですか。まあ、野球やんだったらいいと思うけど。一番欲しかった言葉、いただきました、やったそれぞれの YouTube の そのチャンネル、もうスタッフの皆さんにも来ていただいて、例えばだからベンチで、うん、だそういうベンチで、ね、そうそうそう、なんかもう好きに撮影してもらって、そういうのはいいけど、なんかそういうこうベンチリポートじゃないですけど、そういうこうねマイクこうちょっと拾ってもらって、うん、もう好きに配信していただいたり、編集して投稿していただいたりっていうの OK とか、うん、野球します？じゃあ皆さんで。だってみんな結構やってるやん、野球教室とかもみんなやってるし、うん、もちろん上原さんも。俺だってサンドドリームマッチやってるやんか。はい。投げてくれますか？もう一回ちょっと練習しなあかんけど。いいぞいいぞやりましょうよ。いや、でそしたら東京ドームだから肩手術しようかな俺痛いんだよねこれ。なかなか間に合うじゃないですか。そう、今なら今のうちしとこうかな。そう、今なら間に合うかも。今ならそうですよね、何年かもしかしたらかかるかもしれないんで。なんだ、すげえ痛いもんね。だから早くやっぱ企画した方がいいじゃないですか、上原さん、準備必要なんで。まあ、企画やからね、うん、決定じゃないから。いや、でも野球やりたいですよね、皆さんと。どうですか？じゃあ楽しいもんだって、ドリームマッチやってると。じゃあもうこれもやれますね。まあ、やるとしたら本当にだから選手が動くしかないよね、それぐらいじゃない。監督どなたにします、その2002年チームと。まあ、プロ野球2002年ってもう原さんや監督、うん、じゃあもう原さんに来ていただいて、うんうん、でプロ野球、まあ、YouTube の監督、はい、チームの。だ今監督経験者で YouTube やってる人って誰かいるのかな。いるじゃないですか、このチャンネルでよく名前が出てくるあの方が。あ、そっか、落合さんやってるか。そう。いや、落合さんだって今コラボとかダメでしょ。いや、でもそれだってほら今現時点の話ですから。落合さんが OK 出すと思うか。いや、でも 松井さんと一緒にお願いしに。いやいやいや、松井さんがお願いしに行くわけやないまあ別に監督なんかなくてもええやんか。でもさ、動いてくれればいいんやから。まあそうですね、うん、まあでもほら声をかけるのはね、ただなんで、うん、落合さんにも、うん、ちょっといつもとだからね、ただ出て。そのでまあオフシーズンやったら結構みんな動いてくれるからね。シーズン中は多分無理だよね。そうですね、うん、だから100万人達成したらその年のシーズンオフに東京ドームにそうやって皆さんも来てもらって、はい、まあ何ですか、もうお祭り？フェス？みたいな感じで。ギャラ出さなあかんで。すぐお金の話する。そこはちゃんとやっとかないと。野球選手うるさいから結構うるさいからその、ヒット。いや、俺もそうやって教わってきたから。あ、うん、そういうもんなんだね。そうそうそう、そりゃそうですよ。ってなると、じゃあだったらなおさらそのね、予算の確保も含めて、それこそその子にスポンサーを入ってもらって。だからやっぱほら
今から営業をしておくことが大事だと思うんです。どこや野球関係で入ってもらうそういうスポンサーって言ったら、あでもやっぱり観客の皆さん、だから東京ドームまあ4万人、はい、5万人ぐらいお客さんね入れてって思うと、うん、まあ、ビール飲みたいじゃないですか。まあ、だからドリームマッチみたいな感じで、ね、一杯もワンコインにしてもらうとかして、あでだからそうするとやっぱりサントリーさんに入っていただいて、別に他社でもいい2社でもいいわけや。お野球界って朝日が多いから、うん、やっぱ朝日さんに入ってもらうのもありやし、おあそこもこうちょっとなんだろう一緒に2社でやってもらうっていうのもありやん。だからもうみんなで楽しむみたいな。そういやでもそこはやっぱりサントリーさん1社にするよりも俺は2社3社にした方がいいと思う、ね、欲張りますね。欲張るんじゃない、あの単価を高くするんじゃなくて安くするのを多く入れた方が後々大きくなるから。なんかちょっと待って、さっきあんなになんか企画考えるのちょっとなんか時期書、うん、なんかそういう企画は考えてあげるよそう、ね、お金の話はもう誰よりも早くしたから、ちょっとびっくりしてます、うん、今いろいろ損してることもいっぱいあるから大丈夫、まあまあまあ、俺の経験上の話いっぱいしてあげるから、はい、そこはじゃあもう、うん、あのしっかり学ばせていただくとして、はい、ではそうやってサントリーさん入っていただいて、うん、じゃあビールをねこうそうみんなでね飲んでっていう、勝ち負け関係なく MVP を一人選ぶのね。ああいいですね。でトヨタさんに入ってもらって車1台とかね。あトヨタですかトヨタですか。いや今パッと浮かんだのがトヨタだったから、そうやってそれはあのマネージャーの旦那の大ちゃん頼んでいろいろこうそうですね、まあトヨタさんにね言ってもらって、トヨタはじゃあ夫に言っときますもん、ね、はい、言っときます、ちょっと社長にあのお願いしてみ て、 てそういうのできるし、はい、うん、あと 何ができますかね、まあ、そういうのはなんかユニフォームを作ってもらうとかでナイキに入ってもらうとか。おいいじゃないですか。それはいいですね。でそのユニフォームあのレプリカとか T シャツとか作って、いやもうユニフォームは1枚だけにしてでサイン書いてもらってオークション分、めっちゃいい、うん、でそれを俺がもらうあの その俺がもらう手前まではめちゃくちゃ良かっためちゃく俺がもらう手前までは良かった。2枚3枚作れへん、絶対1枚です。あでもあいいですね、それはありですね。じゃあユニフォームを、まあ、1枚出場者の分作る、はい、でそれをオークションで、ね、その寄付のお金、そのお金を寄付して野球振興のために使う、うん、すごく具体的でいい。あとどうします。じゃあ2002年のメンバーでじゃあ吉野に日テレちょっとやってよとかで言えばいいし、テレビとのコラボっていうのもありですね。テレビ入れてもいいやん別に。おそれもうもしかして YouTube の枠超えて、うん、こうちょっと生放送とか、うん、あ特番いいですね。吉野ボタンに行ってできるやろ、うん、私も一応元日本テレビの社員、うん、そこはあまり戦力として見てないから大丈夫、うん、まあ7年で辞めたからな7年で辞めちゃったから、うん、あでもまあ確かにテレビのコラボもありですね。なんだなんだかんだ言って上原さんももうやる気乗り気なんじゃないですか。言うのはただやもん、やれるかどうかはその何年後かやから。いや、うん、でもやっぱこういうのも今から言っておくことが、だからもしかしたらそれを見てくださってる関係者の方たちが、うん、まあやりたいと言ってくれたら、ね、いつかあるかもしれないから、ちょっとじゃあ今のうちから動いてちょっとスポーツバックスに連絡しとくみたいな話があるかもしれないんで、うん、ない、いや、そうやそれはない。いや上原さん、あれは直近だからあったの、先すぎるからない、今は。いや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 、いや意外とすぐだと思います私。慌てるなって。だからでもそうやってみんなとね、はい、100万人に向けてこの、まあ、だからみんなもいろいろ考えてくれてるんじゃない、見てくれてる人がこういう企画やってほしいとかっていうのを言ってくれて、ぜひぜひ、ね、今、うん、あくまで私たちまだアイディア出しの段階なので、うん、なんか今の私たちの話聞いてこういうことやったらどうですかとか、そう、ぜひともね皆さん100万人行って今度松井さんに日本に来ていただきたいので、そうやね、それは本当に来てもらいたいから ね、来ていただいて、はい、2002年のジャイアンツの皆さん再集合していただきたいので、どうかお力を貸していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いしますとにかく上原さん、はい、お疲れ様でした最後ぐらいちょっと言ってくださいよ、100万人目指すぞおーみたいな。もうちょっとしてから70万ぐらいいったらやろう。70万だとでもあとすぐですよ。だからそれぐらいでもう一回やったらいいやん。わかりました、うん、じゃあもう上原さんも気持ち高めてってくださいね。俺は多分90万ぐらいいかないと高ぶらないと思う。かたくなだな。かたくなじゃないね、現実を見よう。もうちょっと、いやその上の、あの現実もいいんですけど、
現実を見た方がいいよ本当に。痛い目に遭うよ。じゃあ上原さん締めの一言お願いします。またね。